今のお前に負けるほどうちは弱くねえよ。今のお前がうちの勢いなんか超えられねえよ。お前が欠場した間、少しの間かもしれないけど、うちはその少しの間も努力してきたんだよ。そのうちの何しゃべると悪いけど、今のお前には負けない。でも、それでも、どうしても6月3日に自分と伝統を勝ってタイトルマッチやったから、まあそれは一回やってやるって言ったから、やってやってもいいけど、もっともっと悲惨なことになるよ。それでもお前がやるって言うんだったらやりましょう。でもやりたくなくなったから、タイトルマッチで取り消すなら今のうちです。はい、そうですね。あ、でもってことあればありました。もちろん負けてしまって、よしこが言ってること、私が休んでる間のよしこはどんなことするけど、まあ、本当に正論ですよね。私が逆の立場でも絶対そう思うだろうし、お客さんだって復帰してそんなすぐに早く挑戦なんておかしい、そんなことを許すなんてって思ってる人が本当に大半だと思うんですよ。ただもちろんタイトルマッチ挑戦表明した時から自分がおかしいことを言ってる筋が全然通ってない、そんなのはもう自分が一番分かってることで、それでもやっぱり私は立ち止まらずにベルトに挑戦したい。せっかくのベルトの一歩手前まで上り詰めたこの状況をまた怪我によって無に返したくないと思って挑戦表明しました。その気持ちは今全く変わってないし、よしこと対戦して負けましたけれども、全然それでおじけづくとか勝てないかもしれないなんて思うことも全くありません。タイトルマッチまであと2週間あります。本当に2週間でできること全てをやって、まだまだあると自分で思ってます。もっともっと今の自分の気持ち、そして体を研ぎ澄ませていって、6月3日必ずベルトを取ります。まあ、相手は下選手、まあ、先日まで復帰です。復帰したかったので、やってみてどうですか。やっぱり、なんだろうな、そういう怪我にしてたら、して欠場してたっていう不安とかは感じられなかったと思うんですけど、でも今日、自分が勝った、白井ひかるに勝った、その結果が全てだと思います。新しいですね。自分は、もう、この試合が決まってから、やっぱり怪我で欠場したとか怪我したとか、そういうの一切関係なく戦ってやろうと思ったんで、まあ今日こういう結果になって、自分はあシングルマッチでもこいつに負けることはねえなって確信しました。自信が深まって、そうですね、まあ、自信はもともとあるんですけど、自分今すごい勢い乗ってるし、今まで、自分がベルトを持ってきてやってきた中で、やっぱりそういう自信もあるので、まあ今日やって、あ本当にもう負けることはないなってさらに確信しました。今までタイトルマッチ王者選手って、ね、まあ、いろんな世代でやってますけど、志田選手っていうのはよしこ選手ってどういう存在ですか。眼中にないって言ってたんですけど、そうですね、なんだろう、もう想定外、ああやって欠場して、怪我して欠場してる中での挑戦表明とか、マジこいつ将棋じゃねえなと思ったし、でもそういう面では、まあ
なんだろう、そのベルトに挑戦したいって思ってる面ではまあいいなと思いますけど、でもなんだろうね、自分の相手ではないな、負けることは、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。